にちは、サーヤです。今日はですね、リクエストをいただいていたケイトの新作コスメをレビューしながらメイクをしてみました。ちょっといつもと顔が違うでしょっていうのと、あと最後にですね、皆さんにちょっとお話ししたいことがあるので、ぜひぜひ最後まで見てください。ただまずはじめにこちらのパウダリースキンメイカーを使っていきたいと思います。よく振ってから、下地は今回ちょっとこちらのアディクションの無色の下地を塗ってます。こちらのファンデーションなんですけど、リキッドがこう肌になじませていくとパウダーに変化するということで、サラサラになるみたいなんですけど、確かに表面がね、サラサラしてます。乾燥してサラサラになってるっていうわけじゃなくて、こう肌に密着して表面がこうサラサラな感じですね。で、伸びもかなりいいですね。ケイトのもう一つの人気のファンデーションの方がカバー力は少し高めなのかなっていう感じはするんですけど、でも最初の何も塗ってない素肌よりもクマとかも薄くなってるので、カバー力はあるんだけど、でもどっちかっていうとそっちの方が強いかなっていう感じはありますね。こちらがシークレットスキンメイカーゼロで、こちらが今回の新作のファンデーション。ちょっとね、手で出して比べてみると、シークレットスキンメイカーゼロはかなり伸びも良くて、そしてハイカバーな、カバー力が高いっていうのが結構ポイントなんですけど、かといってこう厚塗り感も出ずに伸ばしていくと肌にこう密着するような、もう比べてみると一目瞭然な感じかなって思うんですけど、かなりカバー力が高いものになってます。今回新しく出たパウダリースキンはこちらもカバー力は高いんですけど、なんといってもポイントはこう伸ばしていくと、このリキッドがパウダーに変化して表面がね、こうすごくサラサラになるんですよ。カバー力はどちらともすごく高いんですけど、私が実際肌に使ってみた感じ、スキンメーカーゼロの方がカバー力は高かったかなっていう印象がありますね。パウダリーの方はもうものすごくサラサラしてて、上からこうお粉とかを重ねなくて、これ1個でいいような表面の仕上がりだと思います。こちらも別に重たいファンデーションではないけど、表面がサラサラになるっていうのもあって、パウダリースキンメーカーの方がつけ心地はね、すごく軽い気がしました。ちょっとセミマットな肌の仕上がりになるかなと思います。こっちのスキンメーカーゼロも私プチプラのファンデーションの中ですごく好きなシリーズだったんですけど、パウダリースキンメーカーもすごく気に入りました。肌すごく綺麗に仕上がります。アイシャドウはこちらのスモーキーラウンドアイズ、私が買ってきた色は OR1 番です。こちらはスモーキーカラーに抜け感をプラスして立体的な目元を作るアイシャドウになってます。アイシャドウは全部で4色入っていて、こんな感じです。ちょっとここにね、見えにくいんですけど、一番明るいハイライトのカラーが載ってます。スモーキーなブラウンのカラーに、ここがすごい可愛いオレンジのラメのカラーで、ここはマットなブラウンのアイシャドウです。ケイトのアイシャドウは本当に高発色でとっても綺麗ですね。で、この丸い部分のこちらのキラキラのオレンジのラメがアイシャドウのポイントというか特徴になってて、大粒のラメがキラキラとしてすごく綺麗です。で、この裏に書いてあったアイシャドウの入れ方は私やったことない入れ方だったので、ちょっと今回こちらでやってみたいと思います。ただまずはじめにこちらの明るいカラーを入れていきます。ベージュ系のカラーでちょっとパールが入っててとても綺麗な色ですね。で、ベージュ系なのですごく馴染みがいいハイライトカラーです。もう全体に眉の下あたりまで入れちゃいます。真ん中のブラウンのカラーをこの二重幅の部分に入れていきます。結構広めに入れるって書いてあるので広めに入れてみます。このぐらい濃い色をこの二重幅のとこにがっつり入れるのは最近はしてなかったメイクですね。かなり濃いですね。いつもだったら締め色に使うぐらいの結構はっきりとした濃いめのカラーです。続いてこちらのマットのこの濃いブラウンのカラーを一番最初に幅広くハイライトカラーを入れて、そしてこの二重幅というかこの見える部分、メインの部分にこのブラウンを重ねたんですけど、この二つの二色のこの間の境目を入れていくみたいなのでやっていきます。こんなところにダブルラインじゃないけど、そういう感じの役割なのかな。このカラー自体はマットで、さっきのアイシャドウはね、ちょっとパールが入っているので、なんかちょっと色味と質感が違うアイシャドウがこう3つ重なってるような感じですね。こちらのキラキラの可愛いオレンジ色のラメをまぶたの中央に重ねていきます。で、ここに明るいカラーだったりとかちょっとラメ系のカラーを入れるとまぶたがちょっと立体的になるので、ここが一番高く見えますよね。このオレンジのラメがすごく可愛いです。上まぶたのアイシャドウはこんな感じです。
かいつもとちょっと違った入れ方をしてみたんですけど、引きで見ても結構こう上のアイシャドウしっかり濃いめなんですよ。ここまで最近濃くアイシャドウ入れてなかったんで新鮮な感じです。で、下まぶたどうしようかな。いつもみたいにこう涙袋をこうぷっくりとかっていうよりはちょっとかっこいい感じに上まぶたなってるんで、このオレンジのラメの部分をここにね入れても絶対可愛いと思う。キラキラのラメで囲みにしても可愛いと思うし、ちょっとこのマットなので囲んでも可愛いと思うんだよね。これだとちょっと濃いかなっていう印象もあるので、どうしようかな。一回ちょっとラメで下まぶた入れてみようかな。ちょっと上からマットなアイシャドウでラメを押さえつつ、結構がっつり囲みにしました。メインの熱帯幅に入れたカラーをちょっと目尻から黒目のあたりまで。アイシャドウ自体は発色もとっても綺麗だし、でなんか質感が違うものが入ってるので、自分の手持ちのアイシャドウとかともいろいろ組み合わせれるんじゃないかなっていう風に思いました。でこのオレンジのカラーは結構可愛らしいメイクにも使えるようなキラキラのアイシャドウです。そしたらですね、こちらダブルラインエキスパート LB の1極薄ブラウン、こちらは石灰ライン、二重ライン、涙袋ラインとかちょい足しラインで大きな目元を見せてくれるアイラインです。でこちら名前がダブルラインエキスパートで、こちらはね前からあるものなんですけど、ケイトのダブルラインフェイカーでね、色味はどっちも極薄ブラウンで一緒なんですけど、これ何が違うんだろうと思ってなんか新しくなったのかな、腕がちょっと変わったか。色味とかはもう前のダブルラインフェイカーとほとんど一緒ですね。私が行ったドラッグストアにはこれがもうなくなってて、全部こっちになってるような感じでした。細く薄めに、いつもよりちょっと二重幅がくっきり、おお。目つぶるとでもやっぱりこう描いてます感が結構出るので、アイシャドウでぼかした方がいいですね。で涙袋はちょっと今回はあんまり強調したくないので、石灰だけ引いてきます。かなりナチュラルで、私いつもここに濃いリキッドのアイライナーで描いちゃうので、少しなんか物足りない感があるかな。ナチュラルには引けるけど描いてる感じがあんまりわからないかも。例えばこれ全体に引くと引いた分結構くっきりはするけど、ちょっと目つぶった時にね違和感が出ちゃうのと、こうやってまぶた開け閉じすると最初に描いたラインよりもまぶたがこう上がる時についちゃって太くなっちゃう。アイシャドウを重ねて、この上からこのアイラインをぼかすためにアイシャドウとか重ねていくと結構どんどん濃いメイクになってっちゃうので、綺麗に使えるようになるまで結構研究これ必要だなって。がっつり引くよりはちょっと目尻のとこに描き足すとか、自分がここの二重幅もう少しくっきりしてほしいなってとこに書き足すのがいいかも。二重幅がくっきりすると目も大きく見えるので、ちょっとうまい使い方研究したいですね。スーパーシャープライナーのビターブラウン、これは新色ですね。ブラック持ってるのでちょっと比較してみます。これがブラックで、こっちが新色のビターブラック。茶色だけど薄すぎず濃すぎず、なんかちょうどいい、私が結構好きな色味です。じゃあビターブラウンで引いてきます。なんかリキッドアイライナー自体すごい久しぶりに使うな。私このケイトのアイライナーも結構好きで、すごい細いラインもしっかり太いラインもとても描きやすいです。途中アイシャドウ結構幅広めに入れたから、オーバーライン長めでもいいかもな。ちょっと跳ね上げな感じにしました。続いて新作がリップがあるので、そこまでの工程今一気に終わらせちゃいます。着替えましたなんかいつまでもパジャマやったもんで、カラーセンサーリップティント、こちらをレビューしていきたいと思います。私が買ってきた色が PK1 っていうブラックと、こっちが PK2 番のピンクです。でこれなんですけど、マットなティントとオイルなティントがあって、で両方ともね1色ずつ買ってきました。すごい気になってたから、このオイルのブラックの方から、時間が経つと自分の唇の色に馴染んだカラーに変わる色の変化するリキッドルージュということで、出してみるとこんな感じ、ちょっとクリアなブラックですね。え、もうだんだんちょっと赤っぽくなってきたかも。チップも細くて塗りやすいです。結構赤っぽくなりました。うん、ブラックはこんな感じです。オイルのそのクリアな感じもあって、すっごく可愛いです。すごい可愛い。そしたらマットなピンクいきますね。塗ってみます。おー、とっても綺麗。今色落としました。塗ってからそんなに時間経ってなかったんで、色はそんな染まってはないですね。だけどちょっとだけコンシーラーで隠そうかな。じゃあ塗ってきます。
マットなのですごく大人っぽい仕上がりですね。先がちょっと尖ってて細いので唇のラインとかも取りやすいし、すごい塗りやすいです。乾燥せず唇のこの縦のラインに入ったりもせず、綺麗なマットのリップですね。やっぱり最初に塗ってたこっちの手に出したピンク、ちょっと時間が経ってるのでちょっと赤っぽく変化してますね。でブラックの方もこんな感じで少し色が変化しました。この上にブラック重ねてみよう。一回ツヤ感が足されてすごい可愛いし、ちょっと赤っぽくなるのかな。はい、というわけで今回こんな感じでケイトの新作コスメすべてレビューしてみたんですけど、まず最初に使ったこちらのファンデーション、肌の仕上がりもとっても綺麗で、今回こちらのファンデーションだけで上からお粉とか一切何もつけてないんですけど、表面ベタついた感じも一切ないし、リキッドファンデの上から眉毛とかって描こうと思うとちょっとこうペタペタっとして描きにくかったりとかするじゃないですか。でもこれは表面がすごいサラサラになるので、お粉つけなくても描きやすかったです。これ1個でも結構カバー力も高めでした。アイシャドウも本当に高発色でラメ感が多いものだったり、マットなものだったり、パール系のものだったりとか入ってるので、メイクがねこうちょっといろいろ楽しめるようなアイシャドウになってるかなっていう風に思います。メインのブラウンのカラーとかも結構濃いので、今回ちょっとこうパッと見アイシャドウが濃いめな感じになりましたね。ケイトのイメージって少しかっこいいようなイメージとかがあったりすると思うので、そのちょっとかっこいいようなアイメイクにすごくぴったりなアイシャドウだと思います。ダブルラインエキスパートは普段のメイクでダブルラインを引いたりとかっていうのをしないので、ちょっと使い方をもう少し勉強したいなとは思ったんですけど、どうですかね、このぐらいの距離で目閉じた時目立つかな、ここのダブルラインの部分。アイシャドウをのせる前にやった方がいいのかな。でもこれ引くのと引かないのとだったら二重の幅のパッチリ具合が全然変わってくるので、使い方をマスターしたいって思いました。ビターブラウンのアイライナーも黒に近いブラウンだったんですけど、目元をしっかり引き締めてくれたし、今回結構濃いめのねアイシャドウを重ねたので、すごく相性は良かったかなっていう風に思います。最後にねこちらのリップなんですけど、このオイルのブラックが今ねちょっとこんな感じでだいぶねピンクっぽいような赤っぽいような感じに変化してきてくれて、それもすごく可愛かったです。ただ最初のそのブラック感はこう色が変化したらまあなくなっちゃうんですけど、でも色味自体はとっても可愛いです。でマットなピンクも最初より結構濃くなってきてるんじゃないかなって思います。今この2つをダブル使いしてるんですけど、やっぱり最初よりもちょっと赤みが強く出てきたかなっていう風に思います。でちなみにティントはね今ちょっとリムーバーで落としたけどこんな感じです。私が普段使っているティントとかと比べるとちょっと染まりは弱いかなっていう感じました。というわけで皆さんもケイトの新作コスメ気になるものがあったらぜひぜひチェックしてみてください。最後に皆さんにお話ししたいことというのがですね、読ませていただきます。3月の3日にですねイベントがあります。で詳しくはちょっと動画の概要欄をチェックしていただきたいと思うんですが、 Twitter の方ではちょっと告知をしたんですけど、イベントがねあるので皆さんよかったらぜひぜひ遊びに来てください。皆さんに会えるイベントは3月はこのイベントと、あともう一つ関西コレクションもあるので、ちょっと関東と関西とねファンの皆さんにねこう会えたら嬉しいなっていう風に思っておりますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。というわけで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さゆでした。バイバーイ。マットなティンプとオイルなティンプ。